約したもんね。時刻は午前10時を回りました。この時間はジノーンインフォメーションをお届けします。ジノーンインフォメーションは宜野湾市の生活に役立つ情報を司法宜野湾からお伝えします。この番組は宜野湾市の提供でお送りします。まずはじめに宜野湾海浜公園内のイベントのお知らせです。ライブ宜野湾2016スポーツフェスティバル2016が10月8日土曜日行われます。ライブ宜野湾2016は海浜公園屋外劇場で宜野湾市最大級の音楽イベントとして開催されます。開演は正午からです。お問い合わせは生涯学習課893-4433までお電話ください。またスポーツフェスティバルは午前10時から市立体育館にてニュースポーツテニポンにチャレンジしませんか。気軽に体を動かしたい方ご参加お待ちしています。第4回テニポン交流沖縄県大会が行われます。また10月10日祝日午前10時から午後3時までは K スポーツ紹介体験が行われます。こちらも市立体育館で行われます。カローリング、ディスゲッター、ラダーゲッターなどが体験できる、地域活動でもレクリエーションを考えている方、スポーツ推進委員が教えます。備品貸し出しの説明もあります。Kスポーツにご興味のある方はぜひご参加ください。また10月8日土曜日は羽衣ウォーキング大会、テニス大会が行われます。10月9日日曜日はサッカー大会、ミニバスケットボール大会、テニス大会が行われます。以上、宜野湾海浜公園内イベントのお知らせでした。続いて、2つの給付金の申請受付を開始しました。対象と思われる方には、8月末に税のお知らせとともに申請書を送付しています。1つ目の給付金は、臨時福祉給付金。支払い対象となる方は、平成28年1月1日において、住民票が宜野湾市にある方で、平成28年度の市民税が課税されていない方です。ただし、平成28年1月1日に生活保護を受給されている方、平成28年度市民税が課税されている方に扶養されている方は対象となりません。支給額は対象者1人につき3000円です。2つ目の給付金は障害・遺族年金受給者向け給付金です。支払い対象となる方は平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、平成28年5月分の障害基礎年金や遺族基礎年金などを受給している方です。ただし、高齢者向け給付金を受給した方は対象となりません。支給額は対象者1人につき3万円です。申請受付期間は
9月1日木曜日から12月1日木曜日までの土日祝日を除く日となります。受付時間は午前8時30分から午前11時45分までと午後1時から午後5時までです。申請方法は返信用封筒で返送、または窓口にて受付してください。必要書類は申請書、運転免許証または健康保険証の写し、受取口座の通帳の写しとなります。お問い合わせは臨時福祉給付金担当、電話893-4411、内線374番、375番、376番までお電話ください。続いて市民会館ガイドです。宜野湾中学校校内合唱コンクールが10月26日水曜日、開演9時45分から開催されます。入場料は無料です。お問い合わせは宜野湾中学校893-1397までお電話ください。続いて博物館からのお知らせです。宜野湾市民講座受講生募集のお知らせです。10月23日正午から午後5時まで焼き物探索が行われます。日常的に接する茶碗や皿は沖縄では壺屋焼きがその代名詞となっており、現在は各地に窯元が開設されています。その一端を見てみましょうという講座です。集合場所は市立博物館ロビー、巡見場所は壺屋焼き物博物館などです。定員は25名で先着順です。受講料は保険料の100円と入館料280円が必要です。お申し込みは10月16日日曜日午後5時までとなっております。ただし定員に達し次第締め切りとさせていただきます。続いて第25回宜野湾の文化財図画作品展のお知らせです。市内在住の小学3年生から6年生、中学生が描いた市内の文化財図画作品を紹介します。力作ぞろいの図画作品がご来館をお待ちしております。期間は9月28日水曜日から10月23日日曜日まで。場所は宜野湾市立博物館企画展示室です。最終入館は午後4時30分までとなっております。料金は無料です。続いて地域事業を始めたい方、まちづくりの人材育成がしたい方、宜野湾市地域づくり事業募集中のお知らせです。宜野湾市では平成29年度に人材育成事業、地域文化振興事業、市の特性を生かした地域振興事業を行いたい個人または団体に対し、審査を経て選ばれた事業について上限額50万円30万円の助成を行っています。この助成を活用して自ら考え自ら行う地域づくりに取り組んでみませんか。募集期間は10月31日月曜日までです。
申し込み方法は、所定の助成事業申込書に必要事項を記入の上、窓口に提出してください。詳しくは市ホームページを確認、もしくは市民協働推進課までお問い合わせください。お申し込みの際には、事業内容について事前にご連絡いただけると申請がスムーズです。過去に採択された地域づくり助成事業の参考例として、島くつば継承普及事業、人形劇を活用した豊かな心を育む事業、秩父川保存事業、音楽を活用した青少年人材育成事業、宜野湾市エイサー節収集保存事業があります。お問い合わせ・お申し込みは市民協働推進課内線403番422番までお電話ください。続いて、うちなーの躍動・感動・世界へ響け第6回世界のうちなーんちゅ大会開催のお知らせです。世界のうちなーんちゅ大会が10月27日木曜日から10月30日日曜日まで行われます。また前夜祭として10月26日水曜日にも催し物が行われます。会場は沖縄セルラースタジアム、沖縄コンベンションセンターなどです。お問い合わせは第6回世界のうちなーんちゅ大会実行委員会事務局までお電話ください。電話番号は 866-8060 です。それに伴って世界のうちなーんちゅ歓迎の夕べが行われます。うちなーんちゅ大会開催に合わせ、宜野湾市出身海外参加者を招き、沖縄の郷土料理や伝統芸能の余興などで海外参加者、親族、市民との親睦を図り、世界のうちなーんちゅのネットワークを構築する交流イベントを開催します。日時は10月28日金曜日、時間が午後6時から午後8時までです。場所はラグナガーデンホテルです。お問い合わせは市民協働推進課内線423番までお電話ください。続いてのお知らせです。私立幼稚園預かり保育の園児募集のお知らせです。私立幼稚園児募集の対象児は宜野湾市民であること、年長児、平成23年4月2日生まれから平成24年4月1日生まれまでのお子様、年中児、平成24年4月2日生まれから平成25年4月1日生まれのお子様です。定員は年長児はなし、年中児は各園30名となっております。かかず幼稚園は60名です。お問い合わせは指導課892-8289、学務課892-8283までお電話ください。以上、ジノーンインフォメーションをお届けしました。この時間は宜野湾市の提供でお送りしました。